京都東山のインクラインです。今日は2019年2月16日土曜日ですね。寒い日です。このインクラインは、琵琶湖疎水を作った際に、上と下の間で、荷物を運ぶ等のために作った傾斜のところに線路が引いてありまして、現在は、当然この線路は使われていませんが、春になるとこの両サイドの桜が有名な場所として、非常に賑わっています。